シュゼルトよ、どうした？ご心配には及びません。賊どもはすぐに排除いたします。もう城が恋しくなってきたな。姫様。わかっている。これも祖国のため。心中お察しいたします。男に生まれてくれば共に戦場を駆け巡ることもできたのにな。おしゃべりはそこまでだ。一つだけ聞こう。ホルン王国マシュリー様の三神の馬車と知っての狼藉か？答える必要などない。なるほど、それで察しがつく。貴様らリオニスの者だ。ではリオニスの者どもを恨め。ご報告申し上げます。ホルンとの国境付近にて賊に襲われている旅団ありとのこと。賊だと？父上、俺が。いや、わしが行く。なぜです？俺では務まらないとでも？こう焦るな。こうなど欲しておりません。理由をお聞かせください。時期にわかる。父上はいつもそうおっしゃる。時期にとは一体？時期にだ。それ以上答える必要はない。剣の腕は鍛錬ではなく実戦でこそ磨かれる。父上のお言葉です。その通りだ。でしたらリオニスの血は絶やさぬ。たとえ神を敵に回そうとも。今言えるのはそれだけだ。モントよ、支度をせよ。お前の部隊早急を手配しろ。はい。ヘレナ、留守を頼む。承知いたしました。どうかお気をつけて。キトン、早まった真似をせぬようシュテルを見張っておけ。ギョイ。父上はなぜこの俺をお認めにならんのだ。所詮は第二王子か。城のすぐ近くにこんなにたくさんの魔物が。ちょうどよい。どこまで腕を上げたのか見てやろう。これは古代の遺物の指輪。使い方は心得ておるな？はい、もちろんです。ビジョンと呼ばれる英霊たちを呼び出すことのできる指輪。つぶやき、ささやき、吐息、防火。やった。この程度で喜ぶな。お前は我がリオニスの第一王子なのだぞ。はい。先を急ぐぞ。
へえ、さすがじゃないの、モント様。隙のない采配だったよ。そんなことはないよ。モント様、あまり自分のこと卑下しない方がいいんじゃない？でも。もっと自信を持つべきですって。僕が自信を？モント様は確実に強くなってる。それに気づいてないだけですもん。きっと才能なんだろうね。そんな、才能という言葉はシュテルにこそふさわしい。正反対にも見えるけど、やっぱり双子なんだろうね。モント様とシュテル様はとってもよく似てる。僕がシュテルに似てる？そんな、まさか。私は世辞も嘘も言わないよ。でしょ？それは分かってる。でもそんなこと初めて言われたよ。シュテルに追いつき、父上のお役に立てる時が来るのだろうか。ええ、必ず。このリリシュが保証しますって。どうした、急ぐぞ。はい。さあ行こう。雨か。ラマだよ。この空ではさすがのお前も星を読むことはできぬか。星は読むものでも見るものでもございませんわ。目にばかり頼れば大切なものを見逃すでしょう。ではどうする、目をつむるか。ええ、それがよろしいかと。耳を澄ませば聞こえてきます、星々のささやきや歌声が。ならば聞かせよ、星は何を歌う。血と滅び、その末にこの世を照らすまばゆいばかりの光の歌を。血と滅びか。確かに魔物は増加の一途をたどり、我ら人間を脅かしておる。だがその後に待ち受けるはまばゆいばかりの光とな。面白いではないか。光とは富か、あるいは栄光か。血と滅びをもたらすのは魔物とは限りませんわ。まさか大きな戦が起こったりするのか。可能性はありますね。フェネスとの戦か。我らリオニスの地を狙ってるのはフェネスだけじゃないよ。大国のホルンやウェズエットとも国境を接しているんだから。でもホルンやウェズエットとは少なくとも敵対関係にはない。今はね。もしもその均衡が崩れることになったら。僕たちリオニスのような小国はひとたまりもない。また魔物が。モントよ、殲滅せよ。はい。あの馬車は間に合ったようだな。エルデ様、あの甲冑はホルンの。リオニス領にどうしてホルンの馬車が。賊に追われて国境を越えたか。考えられないことではないですね。まあよい、ホルンに恩を売る良い機会だ。リオニス王自らがお出ましか。敵と味方の区別もつかぬか。黙れ、まとめて相手をしてやる。貴様は。リオニスが遊撃隊早急の部隊長リリシュ。
ホルンが近衛兵団堅牢の一番剣シュゼルト。噂聞いているよ。そうか、あんたがあの命知らずの一番剣ね。戦場の赤き炎。なるほど、いい面構えだ。我らが王を愚弄するならば魂をも焼き尽くしてやるよ。少子、このそぼ降る冷たき雨を貴様の血で赤く染めてやろうぞ。よさぬか。マシュリ様、なりませぬ。マシュリだと？なんと、ホルンの姫君ではないか。鉄のびき、この女の人が。ここはリオニス領のようだ。騒がせたことを詫びよう。構わぬ。我らリオニスとホルンは幸いなことに敵対関係にはない。貴公らを客人として喜んで招き入れよう。心から感謝する。となれば門徒よ、恥ずかしいところは見せられぬぞ。はい。門徒、どこかで聞いた名だが。まずはこの賊どもを片付けるぞ。敵の増援部隊が。へえ、ただの賊ではないようだね。どこかの国が裏で手引きをしているのだろうな。ええ、あり得る話ですね。本気で言ってるのか。これが芝居に見えるのか。リオニスではないとすると、まさかウェゼットの手のものか。あり得る話だ。ホルンとウェゼットは敵対しているんだし。言葉を慎め。ウェズエットは我らリオニスと友好関係にあるのだぞ。申し訳ありません。今は賊の正体などどうでもよい。問題は敵の数。エルデ殿、どうする？力に力で対抗するのは我らリオニスの流儀ではない。ほう、策があると？馬車は捨てる。森まで引くぞ。な、何を言う。この雨の中マシュリー様に。よかろう。ここがリオニス領ならば、その流儀に習うのが筋であろう。モントよ、マシュリー殿をお守りしろ。はい。モント、モント、そうか、そなたがリオニスの王子だな。そうだけど。リオニスの王子は気性が荒く、剣の腕も一級と耳にしたが。マシリー様、それは第二王子のシュテル殿のこと。思い出したぞ。リオニスの王子は双子だが、性格は正反対だと。なるほどな。では存分に拝見しようぞ、リオニス第一王子の剣の腕を。また援軍が。どうしてもわらわの命が欲しいと見える。ここまで熱烈に求められたのは初めてだぞ。求められたって？エルデ殿、このままでは。敵も本気を出してきたということか。ならば我らも応えねばならんな。指輪ですね。指輪？
この者たちは一体どこから現れたのだ。列強に囲まれし小国リオニスがなぜ独立を守っていられるのか、その理由がこれか。さすがはマシュリー殿、聡明であるな。その指は古代の遺物と見受けたが、いかにもマシュリー殿だからお見せしたと思っていただきたい。そう、友好の証といったところか。友好の証、そうか。マシュリー様。いや、よい。どうかなされたか。いや、何でもない。父上、敵にさらなる援軍が。懲りぬ奴らよ、ひとまず退き、そこで迎え撃つぞ。廃墟、魔物に滅ぼされたか。いや、その前に村の者たちを別の場所へ移した。民思いの王だな。気乗りしなかったが、モントがどうしてもというのでな。意外だな。意外？どういう意味だ。父親の言いなりの王子と思っていた。むくれるな。見直したということだ。少しだけだがな。敵が来るよ。しつこい奴らだな。エルデ様、ご報告です。なんだ。この先の森に族どもが集まってきているようです。少なく見積もっても我らの3倍は。やはり奴らはただの族ではないな。ではその正体を。マシュリー殿に聞くべきではないか。命を狙われているのはマシュリー殿なのだからな。残念だが、心当たりならばありすぎる。そろそろ話す気になったか。何のことだ。決まっている。通告もなくリオニス領に足を踏み入れた。その理由だ。確かにそうだな。話しておくべきか。我らはフェネス領へと馬車で向かう途中だった。フェネス領に。僕たちリオニスと敵対している国じゃないか。目的は。ムラガに嫁ぐ。フェネスの王ムラガに。落胆するな。落胆なんて。なるほど。それでは我らが疑われるのも無理のない話であるな。しかしエルデ殿はわらわが嫁ぐことなど知らなかったであろう。ちょっと待って。ホルンからならば山を越えなくてはならないものの、そのままフェネス領へ入れるはずだ。いかにも。だが御者によれば、魔物どもを避けて進んだ結果、リオニス領を横切る形になったという。ちょうどそこを賊に狙われたってこと。できすぎじゃないか。我らは嘘などついておらぬ。敵が来るぞ。父上、味方に大きな被害が出る前に撤退すべきだと思います。うん。わらわは反対だ。どうして。わらわは弱い男には興味がない。
え？モントよ、どうやらお前はマシュリー殿に気に入られたようだぞ。マシュリー様、強さを見せてみよ、わらわの心を動かすほどの。わらら、囲まれちゃいましたね。おとなしく撤退してればこんなことにならなかったのに、こんな厄介事を持ち込むなんて、まったくホルンの奴ら。文句があるなら直接言ってもらおうか。やめるんだ。みんな、すまない。僕にもっと力があればこんなことにならなかった。それは違うよ、モント様。単に巡り合わせが良くなかった、それだけの話さね。この首飾りは？それを使え。まさか古代の遺物？いかにも嫁入り道具にと父上から賜った品だ。古代の遺物ね。なんとも物騒な嫁入り道具じゃないのさ。どうしたモント、早く使え。すごい。ほう、初めてでその首飾りをここまで使いこなすとはな。モント様、まだまだ気を抜いちゃいけないよ。敵が来る。モントよ、本気でぶつかってみよ。え？わらわの目が正しいのならば、そなたはまだまだ強くなれる。なんじゃ、わらわの目が節穴だと申すか。信じるよ。キリがない。どうした、またしても引く相談か。仕方あるまい、我らはキコーラの命を第一に考えているのだからな。少子、なぜあの程度の輩にわらわが怯えねばならんのだ。勇ましいお姫様だな。ではおしとやかな王とその息子に、戦とはいかなるものかを教示してやろう。シュゼルト、行くぞ。君も戦うというのか、本気か。ますます腕を上げたな。マシュリー様こそぜひとも堅牢に欲しい逸材。政治も上手くなったな。何なんだあの二人は。堅牢の一番剣に被剣するほどの腕とはな。なるほど、大言を吐くお姫様ではないわけか。どうしたエルデ殿、遠慮などはいらんぞ。久々に血が騒ぐぞ、王ではなく戦士としての血が。ならば共闘と行こうではないか。あれを見よ。盗目のお出ましか。こやつがこたびの襲撃の首謀者というわけだな。モント様、油断禁物だよ。
リリシュ、あの賊どもの頭目、なかなかの手だれだね。わかった。モントよ、行くぞ。ディオニスの第一王子として見事武功を挙げてみよう。はい。ほう、ではわらわを守ってくれるわけか、この悪党どもから。どうした、もう臆したか。守る、絶対に君を守ってみせるさ。わらわが欲しいのか。え、それともまだそなたに貸したままになっているが、古代の遺物が望みか。古代の遺物なんかに興味はない。わらわは弱い者には興味がない。欲しければ力ずくで奪え。わらわがそなたを忘れてしまうその前にな。この数でもダメなのか。こいつら化け物だ。追撃するよ。もう飽きた。どうして賊を滅ぼす絶好の機会なのに。疲れた。わらわはそう申しておるのだ。雨に濡れて体は冷え、不必要に長引いた戦のせいで足は棒のようじゃ。いいのかい、賊をこのままにしておけば。知ったことではない。わらわはオルン国の姫君であるぞ。これがリオニスのもてなしか。では引き上げることにするか。せいぜい仮初めの勝利に酔いしれているがよい。これで終わりなどではない。ここからが始まりなのだ。